キム・ヨンナム委員長は北京の空港に到着後、北朝鮮大使館に入りました。関係者によれば、キム・ヨンナム氏はアフリカを訪問するため北京を経由しているとのことです。しかし、36年ぶりに行われた党大会を終えたばかりのタイミングで、北朝鮮のナンバー2が訪中しているだけに、中国側の要人と会談する可能性もあります。北朝鮮が核実験や事実上のミサイルを発射して以降、国連の経済制裁が強化され、中朝関係は冷え込んでいます。また、金正恩委員長の訪中も実現していないため、今回、キム・ヨンナム氏と中国側の要人との会談が設定されれば、中朝関係が修復に向かうきっかけとなる可能性もあり、注目が集まっています。